巨人、2桁得点で大勝、阿部監督はあえて苦言。今日も2人ほどプロ野球を知らない選手がいたので、自分が大怪我をする恐れがある。10対1でセーフティーの構えをしたり、秋広が10対1で9回にし1塁で後ろに行かなかったりで、ファーストもね、そういうのをベンチの指示待ちじゃなくてできるようになってほしいな、と指揮官。初見のピッチャーでね、みんな追い込まれながらも工夫はできていた。そこが収穫じゃないかなと思います、と語り、手応えを感じさせる。阿部慎重だな。なんでそんな機嫌悪いん。もうちょい愛想よくやった方がいいと思うぞくさ。塩対応やな。とりあえず怪我とかなく、台湾遠征も無事に終わってほしいな。最高の笑顔見せてくれと応援歌で言われてんぞ。オープン戦で浮かれててもよくないし。阿部ちゃんもちょっとサービス精神だそうぜ。激辛の阿部がやっぱり佐々木に関しては100点だったなくさ。今年は勝ちにこだわればいい、サービス精神なんて来年からで言えば。わからないところに濁さないで正直に言ってくれるのは好感持てる。阿部はインタビューがつまらんのだけが欠点だな今のところ。笑顔だとオープン戦の時で圧勝したぐらいでニタニタすんなと言われるからこの顔なんやろ。なおムスッとすんなと言われる模様。不満なんかないやろな今日は。とりあえずスピードがあるとチームに勢いが出るな、士気も上がる。あとはおっさん組が合流してからも継続できるかだな。勝つことが最大のファンサービスなんやろ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。